郎が大好き。あ、待って、これ高校のノートかと思いきや、いろいろ詰まってるノートだった。何日間か続いた、あ、やば、6月16日に食べた、これ何年前、2年前くらいの食事内容。え、めっちゃこの時字綺麗。うわー、絶対これは加入1年目か2年目の字ですね。8月16日の日記を読みたいと思います。8月16日日曜日、久しぶりの日記。明日からこそはしっかり勉強する。頭良くなりたいから頑張る。自分に厳しい方が人生楽しいよ。今しかできないことはたくさんある。頑張れって書いてる。恥ずかしい。6月15日ちょっとサボった過去日記。ダンス覚えるの早くなった。生写真のサイン、心を込めたハート。いっぱい寝て食べたお花マーク、たまにはいいよね。明日からダイエットします。私はおかわり完食が多い。え、私おかわりなんか してる。よくわからない日記を書いてますね。あとは、かわいい、これは実家に帰ってた日だったのかな。朝に食べたお豆腐オムライス、めっちゃ美味しかった。ハートハート、さすがママ。なんかちょっとこれ恥ずかしいな。うわ、これ上京1年目だ絶対。じゃあこの食べたもの日記のうちのサラダチキンという字だけ見せてあげるね。私の字が綺麗に書けた。てか、なんかシャーペンだとね、字が上手なのよ、私。待って。やばい。さっきのが8月、何日だっけ ?8 月16日だったじゃん。11月5日木曜日。まさかの3ヶ月ぶり。まさかの3ヶ月ぶり。あ、ちょっとこれは読んじゃいけません。おゆるちゃん、この時頑張ったんだね。寝ますって書いてある。やばい、またこれはとんでもない。これはみんなに見せちゃいけないノートだ。あ、すごい、チョコメラの、これは絶対読まないけど絶対読まないけど、あのチョコメラの解釈を自分でノートに書いてる。あとダンスのここをこうしたいっていうところをめっちゃ書いてる。 あれだ、取材とかをしていただいた時にこれの裏話ありますかっていうこととか、なんかいろいろ、例えば MC とかでさ話したりするじゃん、この時こんな感じでしたって、それを書いてる。雪が降ってきて風がビュービュー吹いてきた。ミレイちゃんと絶対に同じポーズをしちゃいけないゲームをした。やったな。そうね、私取材の前って自分でノートにまとめるんですよ。